久保さん。今回のタイトルは人生を変えた面接にしましょうか。人生を変えた面接。まあ僕が人生を変えた面接はもう間違いなくエビスの面接でしたね。まあネットビジネスの会社に入社したから今があるっちゃありますね。間違いなく。で、その時に僕は何もないわけですよ。何もない。ネットでネットビジネスの会社なのに、ネットの会社なのに ネットで稼いだことがない。経験がない。で、じゃあ、面接の時に何をアピールするか、アピールするものがないんですよ。うん。ね、例えばなんか、システムエンジニアやってましたとかね、プログラミングかけますとかだったらいいんですけど、何もないわけですよ。何もないから、やる気だけありますって言いましたからね。<laughs> 泊まり込みできますかみたいなね。そんな面接をしてから、10年間ぐらい泊まり込みしてましたけどね。 まあ何が言いたいのかっていうと、何かはあるはずです。何もないってことはないです。うん。っていうかさ、何も出さないってことじゃないですか。うん。やる気って、多分、絶対誰にでも出せますよね。例えば、プログラミングのソースコードを書けって言われたら、それは覚えないといけないだろうし、まあ、スキル、技術は習得するまで必要かもしれないですけど、なんか元気を出すとか、やる気を出すとか、なんかそれって、 多分、やろうと思えばできません <laughs> 僕、僕すみません、思います。うん、それは自分次第かなっていう。でも今、今、じゃあその、ん、商品を作れるスキルがない、セールスレターを書くスキルがないうーん、メルマガを書くスキルがない。だけど、やる気は出せるはずなんですよ。だから、なんか、全部ないのみたいな。 何もないんだったら、あるものを使うしかないよねっていうところで、まあ、億万長者合宿の手持ちのカードですね。あなたに手持ちのカードやる気ないんすかみたいな。もうそれ無理ですね、みたいな <laughs>。根性ないんすか無理っすね、みたいな。手持ちのカードに根性もやる気も、何もないんだったら、それはもう、申し訳ないけど、ビジネスは。てか、ビジネスやめた方がいいですよね。もはや。うん。それはだって、ライバルに勝っていかないといけないわけじゃないですか、ビジネスっていうのは。 うん、戦場ですから、そんな生半可な、あれでできないですよ。ただし、ネットビジネスはありがたいことに、みんな生半可な人が来るので、やる気があれば勝てます。これはもう言い切れます。もうマジでやる気あれば勝てますよ。あとはそれがどれぐらい続くのか、どれぐらいの量をこなせるのか、そのやる気でね。うん。だからまあ、久保さんも僕も言ってますけど、僕と久保さんぐらいのレベルまでやって稼げないってことはまずありえないです。 もちろんその改善してくださいよ。ただやりました。みたいなね。改善あってこそですよ。1万回失敗したら成功するんすかみたいなね。いや、エジソンも1万回の成功から学んでるあ、失敗から学んでるわけじゃないですか。何も学ばなかったら、ら電球なんか開発できないですよ。わかります ?1 万回の学びなんですよ。だからそれを改善してやってるのかって話ですよね。 うん、だからそれさえやればね、稼げないってことはまずありえない。1万回改善して稼げない。月収100万いかない。まずないですね。これ言い切りますよ。1万回改善して、ね、やる気あって改善して、月収100万到達しないっていうのはありえないですね。うん。まあそれはね、ありえないと思うんだったらやってみてくださいって話で。でもやらないから嘘だと思うだろうし。うん。だから結局やった人しかわかんないですよ。 やらない人がアーダコーダー言うてもしょうがないって話です <laughs>。ね。やらない人がね、アーダコーダーでね、指さしたところで、何の人生も変わんないよっていう <laughs>。まず、つべこべ言わずやってみろよっていう。いや、100歩譲って、別に人生変えたくないとか、収入上げたくないんだったら別にいいんだけど <laughs>、僕のメッセージ、久保さんのメッセージも、お金に悩んでる、収入上げたいっていう人へのメッセージですから、だからこれ見ていただいてる方の中でね、 別に今人生に困っていない、お金に困っていない、今幸せですってことだったら、まあ見てないだろうし。うん。なんかそうしたいんだったら、手持ちのカード使うしかないじゃないですか。やる気はありますっていう。僕はやる気しかなかったですから。でも、まあ8年か9年働いた時にね、その社長に言われたのが、ネットビジネスで何が一番大事だと思うみたいな。やる気しかないみたいな。だよな。 いや本当、やる気ですからね、マジで。本気で。本気で、やる気で、なんや根性ですよも、もう。だってもうね、あれを見てほしいですね、久保さん。スクールウォーズ。スクールウォーズ見てほしいですよ。<laughs> あんなの根性でしかないじゃないですか。あれ実話じゃないですか。うん。だからまあ、年本当に年賞1000億作るとかね。 本当、楽天のグループ作るとかね、セブンイレブンホールディングス経営しろとか言ってるわけじゃないですよ。マクドナルド作れみたいなことを言ってるわけじゃないわけですよ。<laughs> うん、だからそれは、あの、やってないからわかんないだけであって、やった人しか本当わかんないので、うーん、本当にそれを成し遂げたいであるならばやるしかないですね。でもそのやるために何が必要かっていうと、自分の あの、コアな手持ちのカードのやる気っていうカードが出せないんだったら、それは、まあ、そもそも論外かなと思いますね。うん、なんかモチベーションが上がりませんとか、いらないですよね。まあ、これ、あの、なんか、よく言われますよ。モチベーションが上がらなくて、まあ、続かないですとか、なんかできないですとか言ってくるんですけど、僕からすると、ちゃんちゃらおかしいことで、<laughs> モチベーションが上がらないごときでできないことって、それ、本当に叶えたいのっていう、本当に、 自分の人生変えたいのっていう。モチベーションもクソもね、久保さんも言ってますけど、ロボットのごとくね、思考停止でね、とりあえずやるしかねみたいな話じゃないですか。うん。だからその、なんか、関係ないんじゃねい本当に。うん。だからまあ、話を戻すと手持ちのカード使えってことですね。手持ちのカードにやる気もないんだったら、それは勝てないよっていう話ですね。いってらっしゃい。